皆さんこんにちは、フィギュアスケートの安藤美希です。私は今回スペインの首都マドリードに来ています。今回は今から皆さんにこのマドリードの魅力をたっぷり伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。マジョール広場はマドリードの魅力のたっぷり詰まった観光スポットの一つで、このようにたくさんの人が訪れる場所です。そしてこの場所はですね、築400年を迎えるということで、本当に今年は記念の年になっています。ヨーロッパの文化と伝統がたっぷり詰まった場所、そしてヨーロッパラテンの面影が残った場所の一つとしても、マドリードの魅力をたっぷり味わえる観光スポットの一つです。ここマドリードは絵画や美術館巡りが好きな方々にもおすすめのスポットです。この辺りはティッセンボルネミッサ美術館、そしてここプラド美術館、そしてレイナソフィア王妃芸術センターなどが立ち並び、名作の数々を身近に感じられ、そして見ることができます。そしてここで展示されているのは、私たちが教科書でしか見たことのない西洋美術史の代表作。そんな作品の中を歩くのはとても夢のような空間だと思います。ぜひ皆さんもお越しください。さて、マドリードを観光する上でもちろん楽しみなのが食文化です。モダンなレストランから伝統的なスペイン料理、そして世界各国のレストランまで、その数は数えきれないほどです。そしてスペイングルメをとことん追求したい方には、ここスペインの台所、食品市場のメルカドです。近年建物も改造され、とってもおしゃれに生まれ変わったここメルカド、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。市場の中ではたくさんのお店が新鮮で美味しいタパスを提供しています。どれも美味しそうで食べきれないほどです。レティーロ公園は広大な緑が広がる都会のオアシス、マドリードの灰としても知られています。新鮮な空気の中を散歩したり、ジョギングをしたり、芝生の上で寝転んだりするのもいいですね。公園内にある優雅な彫刻や建物の中でも特に目を引かれるのがベラスケス宮殿とクリスタルパレスです。せっかくなのでベラスケス宮殿とクリスタルパレスも近くで見てみましょう。サラマンカ地区には国内外の高級ブティックが集中しています。マラサーニャ地区はヴィンテージショップやおしゃれで個性的なお店が軒を連ねます。マドリードから南東へ50キロほど足を伸ばすと、そこにはチンチョンという小さな町があります。チンチョンで最も有名な場所といえばマジョール広場です。中世の雰囲気が未だ漂うこの広場は、闘牛や宗教行事、各種イベントなどにも使用され、映画や CM 撮影にもよく使われています。さて、今私はチンチョンのクエバス・デル・ビノという有名なレストランに来ています。皆さん、スペインといえばタパスですよね。今からちょっとタパスを、マドリードのタパスをチャレンジしてみたいと思います。そしてこれ、ここ300年も経っている建物で、これがハウスワインだそうです。スペインといえばフラメンコ、その美しさと情熱で世界中を魅了し続けています。フラメンコはスペイン南部アンダルシア地方が有名ですが、ここはスペインの首都。その有名なフラメンコダンサーやグループのパフォーマンスがマドリードでは見られます。さて、皆さんいかがだったでしょうか。ご覧いただいた通り、マドリードは様々な魅力が詰まった活気あふれるところです。マドリードへはぜひイベリア航空の直行便でお越しください。東京マドリード線、成田空港から毎週水曜日就航中です。